はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。メッタと申します。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター版、ついに出ました。今日、2021年11月11日ですね。はい、仕事が帰ってきて、ね、パソコンつけて、ね、Steam 版ですけどね、はい、がっつりとね、やっていきたいと思います。はい、そしてこのオープニングね、はい、スーファミ版の時からね引き継がれている、ね、バッツがねボコに乗って、ね、こうやって、ね、草原をね颯爽と走る。そしてこのねメインテーマは爽やかなねこのね音楽がまた、ね、他の FF シリーズとはねまたちょっと違った本当に探求心をねくすぐられるようなそんなワクワク感がねスーハイ版の時からねずっとプレイしてますけど、何回やってもこれは、ね、この高揚感はね素晴らしいものがありますね。ということでね、こうやって綺麗にね、このオープニングをね、やってくれたのは本当にありがたいです。はい、さあ、ではやっていきましょう。ニューゲームです。はい。でね、まあこのオープニング結構長いので、私はまあねもう何回もプレイしているので、ね、もう、ネタバレも、ね、しまくりますけどもね今回のね、久々にゲーム実況をねちゃんと喋って、プレイするのが結構久々なんですけどもね、FF シリーズを中心にね、今までちょいちょいニコニコでやってはきたんですけども、このね、ピクセルリマスター版がね、5が出るってことで、じゃあちょっと久々にやってみようかなと、ちょっと思いましてね。まあ、初見プレイではね、全くないんですけども、まあ、ぜひともね、ちょっと楽しんでる様子をね、お伝えできればなというふうにちょっと思いまして、まあ、このピクセルリマスター版はね、1から6までのね、FF シリーズを、スーファミとかでね、古いそのゲーム機で、最初出てたもんですから、このドットとかをね、全部統一して、ね、Steam とか、まあ、今はスマホ版の 2種類しか出ないんですけど、多分そのうちね、多分6までリリースされたら、スイッチでまとめて、コンプリート版がなんか出るんじゃないかなっていう予想はしてるんですけどね。私はちょっとスイッチ持ってないんで、ね、まあ、Steam で、ね、プレイできるだけでも、全然、まあ、嬉しい限りなんですけどね。まあ、スマホはやっぱり、FF5 はね、前にもね、スマホ版が出たんですけどね、少しドットのね、雰囲気とか仕様がちょっと変わってたので、これまでの、ね、ピクセルリマスター版もね、結構原作、ね、まあ、スーファミとか準拠になっているのでまあそういう意味ではね、もうね、スーファミね時ね流行った頃に生まれてなかった、ね、人もねもう増えてきてますからね、こうやって手軽にねプレイできるようになったのは嬉しいと思いますね。ただね、まあやっぱりクリスタル割れました。やっぱり原作のね、一番まあ、思い出補正もあって、ね、それを超えるのはなかなかないかもしれないですけどもね。まあでもそのうち慣れてくると思うんですよね。このピクセルマスター版も。音楽もね、オーケストラ風になって、ね、ちょっと豪華になって、まあちょっとたまにね、今までのシリーズ見てると、お、来たハンバーグでもなんか、スーファイみたいにね、楕円形型ではなかったから、ちょっとハンバーグとは言い難かったな。まあ、要は隕石ですね。スーファミの時散々ネタにされましたけど、今回はちゃんと丸い隕石だった。はい、操作説明ですね、はい、まあね、ピクセルマスターはね、まあちょっと親切になっていろいろマップとかもね、とか現在地とかね、今まで行った街とかもね全部表示されるので、私はまあねちょっと3をね結構やったんですけども、ピクリマ版結構楽しかったですね。操作もねしやすかったですし、オートバトルもねありますから、まあ、かなりストレスフリーにはなったんじゃないかなというふうに思いますね。マップのこれで大小設定できますね。まあぶっちゃけマップなくても私はねもう目つぶってでもねどこに今いるか分かるのでっていうのはすいません言い過ぎましたけどそれくらいやり込んできたので、やはりこれバツボタンにダッシュできますね。おっと女の子がゴブリンにさらわれようとしている。助けてあげなければ。この時点ではねまだ名前がわからないですよね。ところでこの最初のゴブリンイベントゴブリンだけがねちょっとこの後雑魚的に出てくる、ね、ゴブリンってちょっとスーファミ版だとちょっと色が違ったんですけど、なんか一緒っぽかったですね、今回。レナ登場です。この流れるねっていうテーマが、音楽がレナのテーマですね。はい、まあ、バッツです。はい、まあピクリマ版は、ね、漢字とかも、ね、使えるみたいですけど、まあ、この FF シリーズ5とか4では、ね、変える理由はありませんね。まあメッタでプレイしてもよかったけどねちょっといい雰囲気だったのにここで一応ねレナが一応パーティー入ってますけど、謎のじいさんが登場。記憶を失っているようです。オープニングでね、クリスタルが割れたとこは風の神殿ですよね。ここでついていかないあたりがねまあちょっとなんかさすらいのね、旅人みたいな感じですけど、おっとここにね、宝箱があるぞ。はい、ここもはい、ね、一つ目を隠し宝箱ですね今回のプレイですけど、まあキプレイなのでね、でピクセルマスター版はスーファミ準拠になってるはずなのでゲームボーイアドバンス版とか、ね、スマホ版、旧スマホ版であった、ね、いわゆる裏ダンジョンとか裏ボスがねいないはずなんですけど、ただこれもう行く道が、こっちしかないんですよねまだ隕石の向こうにはね行けないですよね。まあまだね、序盤は、ね、まだできることも限られてますけど、例えばね、この後ね手に入る、ね、ジョブとか、ね、あるいはねやっぱり豊富な武器、防具、ね、アイテム、あるいはねアビリティ、本当に、ね、5はね自由度が高いですから、ね、マニアックなプレイに、ね、終始することもまあできるんですけど、あえて、ね、今回はレアアイテムはまあ一応アイテムコンプとか目指すけど、ね、モンスターカンプも埋めたいし、だけど、ね、それ以上の、レアアイテムをね駆使した変態的なプレーは今回は封印します。初めての人でもねなんかクリアできそうな市販品とか宝箱とかイベントで、ね、手に入る、ね、ものを、ね、中心にというか極力それしか使わないように努力をしながらクリアを目指せればいいかなというふうに思ってます。だから本当の普通プレイですね。まあSteam版の、ね、トロフィー的ないわゆる実績でしたっけ、一応そこはまあなるべくコンプは目指しますけどもね、このSteam版初回でそれができるのかっていうのはちょっと分かりません。3の時もね結構コンプしたつもりでも意外と後から見たらあれ宝箱がまだこう取ってなかったとか、ね、いうのがあったので、結構ほら隠し、ね、アイテムとかも多いですからね。さっきの、フェニオのね宝箱も、見逃しやすいとこですしね。上事のようにね、これだけ聞くとね認知症かってちょっと思ってしまうけど、風が呼んでる。風が鳴いてます。ね、5はね、こういうドット絵のキャラもね、結構リアクションが結構つくようになったからね、ほんとすごいですよね。去年出たね FF7 のリメイクもめちゃくちゃすごかったですけどね、当時ねこのドット絵でだけでね感情表現してたのは本当すごいと思います。なかなかこの辺ね当てもないのに気持ちだけはね、みんな前向きっていうちょっと面白い状況なんですけどね。はい、アンロック始まりましたね。まあもう上に行くしかないんですけど、じゃあちょっとセーブしながらねやっていきましょう。あとね、ずっとね、まあ、FF5 は戦闘が面白いですけどね、ずっと、例えばね、アビリティ、ね、鍛えたりとか、ね、アビリティポイントをね、稼ぐ、ね、プレーも、まあ、もちろんちょっとはね、やっていくんですけど、全部は見せません。ストレスならない、見てる方がストレスにならないようにカットをね対応します。まあジョブのね選び方もね育て方もね本当に千差万別の、ね、ゲームなのでぜひともね皆さんにもやってほしいなというふうに思いもね込めて、さあ初戦闘です。ただ申し訳ないですけど4人目のね仲間が加わるまでは戦闘回避します。なんでかっていうとね極限低レベル縛りのねちょっと可能性をちょっと残したいので、ここからねセーブデータをね分けて個人的に今後ねやっていこうかなっていうふうに思ってます。5は本当に、ね、経験値ゼロでもねクリアできるすんごいゲームなんでね、そんだけやっぱりねアビリティポイントをだけを稼いでねレベル1とかね、うん、まあバツはねちょっとレベル上がっちゃいましたけどね、どうしてもさっきのゴブリンは、ね、倒さなきゃいけないですから。革の帽子は装備しておきましょう。こっちはね。ちょっとピクリマ版のね、このメニューとかをね、この戦闘操作もね、慣れないとね。まあ今回は初回だからね、あんまりカット挟まないでいきましょうか。結構イベント続きなんでね、序盤は。来ました、海賊のアジト。随分とね威勢のいいね2人ですけどね。このスイッチですけど、眠ってる海賊がディフェンスしてんですよね。だからまだおうほんと表情豊かだね。さあ海賊船来ました。やはり眠っているかしら。さあシルドラがね、って名前が来ましたね。序盤のね本当にキーマンっていうか、まあ人間ではないんだけどね。もう風は止まってるんですよね、オープニングで。はい、バレました。お頭ファリスですね。すごい王女様だ。ね、まあ親父がね飛竜で行ったわけだから、ね、いわゆる交通手段がないんだよね。頭がまあねまあ気づかれたらね多分大騒ぎになってただろうからね。そのまま要は老けていく。早くしねえか。俺の言うことが聞けないのか。返事は あいあいさ。お頭強いな。うおサウンドがスーハミ版そのままだね。いや、シルドラのね、なんていうか、詳細が実は不明なんだよね。一応セーブはできるか。でやっぱりね、うん、操作してもらうこともできるんですけど、ちょっと村があるんでね、先にそっち寄りますね。はい、もう完全にキプレイ者のね、今操作の仕方だったな。村の BGM もいいね。で、ここにはね、初心者の館があるんで、はい、まあ、ここなんですけど、ちょっと先に、ね、イベントをね、やりたいと思いますね。それはねこの機械の増幅がねまあ良くない影響をね、まあちょっと与えちゃってるっていうねでもってね、ちょっと宝もね結構潜んでたりするので、見逃しがないようにしたいんですけどね。まあ、ピクセルリマスター版はね、一応街ごとにね、まあ、あるいはダンジョンごとにアイテム数が、ね、出るはずなんでね。で今村に入るときにちらっと見えてましたよね、隕石が。こっちはなかった。ポーション。テント。ここからですね、150ギルで、斜め移動もできますね。そんな仕様ありましたね女しか狙わない敵って。で、この先にも、うん、この茂みがフェニオがね入ってるっていうね。ここにも革の靴。じゃあ酒場行ってみましょう。一番最初ね、そのレアとの出会いのこと考えたらね、バッツとレアでね、フラグが立ちそうなね、展開なんですけど、まあ、ガラフの乱入じゃねえな、ガラフが登場してから、あんまりそういう感じじゃなくなってんですよね。はい。これ健在だったかふうふぅ。そしてピアノがあります。弾けます。上手くなります、ね、ピアノはねマスターしやすいので、ね、これは普通にやりますね、はい、ということで今回のメインイベント、一応今この時点ではもうね、まあ俺自分のこと俺って言ってたし、ね、ハリーさん男、ね、海賊だし男だろうと、ね、思われてた時なんですよね。今でいうね、まあ、美形男子、まあ氷川きよしとかそのあたりでしょうかね、路線的には。あるいはガクトとか、ね、そのあたりは全然キャラ違うけど。ということでね、ちょっとこの辺で男じゃないんじゃないか疑惑がね出るわけですね。はい、で一旦ね、区切りましょう。出ようとするとファリスがね合流します。はい、落ち着け、はい、セーブして、はい、とりあえず一旦ねここで区切ってまた、すぐ再開します。